では聖書を開きましょう。聖書は新約聖書、ピリピ人への手紙の4章の10節。それでは偶数節を私が読みますので、皆さん奇数節ご唱和ください。10節から14節までですね。4章10節。私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。はい、2020年ですね、最初の礼拝ということで、まあ、思うことに触れながらですね、今朝の箇所を見ていきたいと思います。まあ、昨年は、まあ、本当に、まあ、神学教師40年の、まあ、集大成のようなですね、キリスト教教理入門の本を、まあ、ようやく、まあ、刊行出版できて、まあ、そして本当に、まあ、どうなるのかなと思っておりましたけれども、本当に、まあ、いろんな知恵を与えられ、場を与えられですね、導きを与えられて、まあ、200冊ぐらいですね、まあ、20、30冊売れたんじゃないかと思いますけども、まあ、私を通してだけでも、まあ、それぐらい、まあ、売れたということでね、まあ、本当に大きな出来事であったように思いますね。でその時に、まあ一つ、まあ、教えられたことはですね、今日の箇所にありますように、私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、まあ、大いに喜んでいますというね、まあ、いろんな経緯で、もう KBI の職を、まあ、辞することに、また休むことに、なったわけですけれども、まあ、そのことのですね、まあ、いい影響というのは本当に、まあ、翻訳に専念できたというね、まあ、そういう、まあ、ここ数年であったように思いますけど、まあ、同時に、まあ、まあ、まあ、教え子たちからですね、の、まあ、心の、まあ、まあ、罹患といいますか、何かこう私がラッドの終末論とかイスラエル論とかね、論文を書いたりしたことが、まあ、この KBI 対、まあ、アグロの対立のようなですね、まあ、図式の中で、まあ、こう何か扱われてきたような、そういう、まあ、傾向があってですね、何かこう教え子たちとの間をが裂かれるようなね、またこうそういう間で、まあ少し、まあ、教え子たちが距離を、まあ、置いて、まあ音信不通になるというかな、そういう、まあ、傾向がちょっと交流が妨げられるというかね、そういうことがあったと思うんですけども、
まあ、今回の出版のはですね、私がまあ40年間教え子たちに教えてきた内容のをですね、集大成したような内容なので、まあ、それをみんな買ってくれましてね、そしてまあ、まあ、僕の苦労をまあ、ねぎらってくれる、まあ、メールとか反応をですね、まあ、たくさんよこしてくれたということがね、非常にまあ、励ましになったように思います。まあ、本当にこういろんな人の思惑というか策略といいますかね、またこう圧力というか、まあ、そういうことの中でですね、人生というのは本当にまあドラマというかね、いろんなドラマでいろんなこうストーリーの展開がありますけども、まあ、そういうことが、まあ、こういうことの中にも現れるというかね、でそういうで私はまあKBI でまあいろいろ教えておりましてね、本当にエリクソンと一緒に学んでおりまして、で福音理解を私の福音理解を形成するというよりも、まずこのどう言いますか、福音理解というものをね、自分たちの福音理解というものは何かという、それをまあ理解して、で一度ですね、それをまあコンピューターの部品をバラすようにね、全部バラしてしまって、そしてまあこのエリクソンのまあ福音理解の形成のね、まあ手順といいますかの中で良し悪しを評価しながら、まあ再構築していくというね、そういうで古いまあ言ったらそういうバージョンのものをまあ言ったら取り除いて新しいバージョンにまあバージョンアップしていくというね、まあまあコンピューターの歴史でずっと起こってきたような事柄の取り組みをね、一緒にやってきたわけですね。でそういうことの中にどうしてもまあしなければならないことの一つとして、やはりディスペンセーションのですね、聖書解釈法の問題というものの克服ということがありましたし、また、まあ、終末論での、まあ、キリスト教シオニズムの、まあ、克服というね、そういうことは、まあ、エリクソンの、まあ、福音理解の形成ということの中で中心と周辺といいますか、福音理解のセンターラインを生きるということはどういうことなのか、まあガードレールを破ってですね、事故に行き着くいろいろな運動や教えというのはどういうものなのかということをね、まあ共に学んできた、そういうまあ同じ釜の飯を食ってきた仲というかね、そういうようなものがあったと思うんですけども、でそういうことがまあ今回のまあ言ったら福音派全体にね、非常にまあ素晴らしい、まあ、貢献ができたこの本を通してね、本当にまあ先生よかったですねと、本当に先生と一緒にねこういう授業を学べたことをね、本当に嬉しく思いますね。またいろんな資料をこれから一緒に勉強してね、この取り組んでいきますというかね、まあそういうこの私を案じてくれるまあ教え子たちのまあ心と、またその示す機会がね、今回与えられたということをね、本当に最高の、まあ、祝福の一つであったかなというふうに思いますね。で11節を見ますとですね、私はどんな境遇にあっても満足することを学びましたとね、ありますね。貧しきあることも知っており、富むことをも知っていますと、ね、満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと、ね、まあ私がまあピリピ書をですね、まあ本の刊行のうちに選んだのは本当に、まあ、ピリピ書はですね、私のまあ奉仕のまた人生生きる上でね、原点を照らすそういうまあ手紙で、あったことによるわけですね。
生きる意味に悩んでいた時に、ピリピリとの手紙のですね、生きることはキリストと、ね、生きる意味はキリストなんだと、ね、なぜその言葉に心が響いたかというと、まあ、生きるということの中にはね、やっぱり就職とか仕事とか立場とかね、収入とかいろんなことが関わってくるわけですけども、いや、そんなことに影響されていていいのかなということを、まあ、私は強く思ったんですね。ある人はいろんなチャンスに恵まれ、ある人はいろんな立場を得てね、ある人はいろんなサラリーを得てですね、裕福に暮らすとね、しかし、まあ、人生というのは、まあ、ジェットコースターのようなもんでね、上がったり下がったり、そしていろんな事件やですね、事故や病気やいろんなことでですね、紆余曲折を経るドラマであるね。しかし、まあ、私が、まあ、願ったのはですね、そういう環境的な境遇的な要素でね、全く影響されない、まあ、生きる、まあ、いたら原理というか本質というのはないのかなということをずっと、まあ、悩んでおったわけですね。で、そういう時に、まあ、このピリピ書を読んでですね、生きることはキリストと、ね、で、同じ、まあ、メッセージがこの12節に響いていると思うんですね。ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますね。私たちが、まあ、人生の中でいろんなことにあるね、この病気になったりとかね、事故にあったりとか、あるいはこう不況でですね、その年はいい就職がない時期に重なった氷河期とかね、オイルショックとか、まあ、いろんなことの中でね、人生がまた人の思惑とか策略とかね、でヨセフのように穴に落とされたり、あるいはこのエジプトの牢獄に放り込まれたりする不運に、この直面することがね、しかし、まあ、ヨセフの生涯にもこの語られていることですけども、で、そういうことによってはね、神様の計画というものは左右されないんだと。逆に、まあ、言ったら、そういう、まあ、言ったら、まあ、否定的な要素をもですね、まあ、肥やしとして、材料として神様は人生を、ドラマを組み立てていかれてね、神様が意図された、まあ、言ったら、その人に対する意味や価値や、この、メシをね、使命を、まあ、達成していかれるんだというね、そういう、まあ、メッセージに、まあ、満ちているわけですね。で、その時に私は、まあ、非常に励ましを受けてね、あんまりですね、右に行くか左に行くかね、まっすぐに行くかね、後ろに下がるか、そういうことを心配しなくていいんだと。あるいはジェットコースターのように登ったり降りたりですね、この、まあ、皇居と、まあ、憲兵のね、人生の、まあ、色なすこの上下運動にね、こう右往左往しなくていいんだと、ね、境遇はですね、状況はですね、まあ、いろんな形で、まあ、いたらこの変化するとね、四季を織りなすように変化するとね、しかしですね、そのただ中でね、私たちはこの生きることはキリストということをね、貫けばいいんだとね、キリストの本質をそのただ中で、まあ、生きるとね、キリストに私たちは人生の中に生きていただくというね、そういう、まあ、ことを徹底すればいいんだとね、そこだけに、まあ、言ったら本当に、まあ、注目すればいいんだと思ったんですね。だから、まあ、本当に、まあ、私も、まあ、40年間奉仕してきて、まあ、この紆余曲折を経ながらですね、今日まで来てますけども、本当に、いや、まあ、いつもヨセフの生涯はね、励ましになりましたけども、まあ、そういうことなんだなというね、ことをね、ここでも教えられました。13節14節にはですね、私を強くしてくださる方によってどんなこともできるんですとね、まあ本当に境遇に左右されない、なんていうかね、まあ自立というかね、そういう、まあ、った強さね、でパウロほどの人間がですね、本当に、まあ、知恵策略を巡らせればね、キリスト教会の、まあ、法王のようなね、
まあ、アンティオキア、まあ、あの後に大教会のエペソのような教会でですね、大牧師としてね、何十万人ね、何百万人というのはですね、このキリスト教徒の頂点に立つことができたと思うんですけども、パウロは本当にすごい人だなと思うのはね、彼は天幕作りの生涯を送ったとね、現場で働きながら稼いだ金で伝道し、旅行し、そして福音を伝えたとね、そういうまああのまあ労働者のような生活を送りながらね、パウロがですね、最も言ったらこのキリスト教会に影響を残したね、新約聖書のうちのね約27通の半分ほどのですね13通の手紙を書いてね、彼の福音理解の本質がねキリスト教会を貫いているということはね、まあ素晴らしいことだなと思うんですね。私のまあ大好きな言葉の一つに、家作りたちの捨てた石が隅の頭石になったとね、ペテロ書にありますけども、本当にですね、いや本当に今言ったら用いられるというのはどういうことなのか、本当に価値ある人生とはどういうことなのかというのはね、私がまあキリストとかパウロから教えられることは、捨てられる人生であると。人間の世界の中にですね、上手にこの取り繕って飛び込んでいってですね、そこにこの取り込まれてしまったらね、本当のまあ本質の輝きというものは結実しないというね、そういうところは私はあるんじゃないかなということを教えられるんですね。イエス様もイザヤ53章のようなそういう生涯を送られましたね。あざけられ、罵られ、ね。そしてこの人々にはこの価値のないものに思われたとね。でパウロもですね、本当にこのまあ彼がサポートを受けたのはですね、ピリピの教会からだけであったわけですね。まあ本当にまあパウロは苦難の道をですね、恐れずにね、この走り抜けたというね、ことです。本当にまあ今年もまたいろんなですね、ドラマが待ってるかも分かりませんけれどもね、私たちはありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと、まあ、告白しながらね、この一年歩んでいきたいと思いますね。では祈りと祈りましょう。聖餐式。